皆さん、こんにちは。日本をかっこよく、えー、娘大学、小薙全校でございます。今回のお話は、江戸時代の交通網というお話であります。今、あの、国道1号線、東海道側であれば、国道1号線でしょうし、あるいは、まあ、中四国であれば、山陰道、山陽道、あるいは、あの、まあ、日光方面であれば、国道4号線ですとか、あるいは、まあ、東北方面であれば、また、あやっぱり、まあ、街道がある。 さ、えー、まざ、あ、まな街道というものが日本全国の道路網となって発達しております特に大きな国道と呼ばれるようなところですと片側4車線とかですね、まあ、往復8車線もあるようなそんなふうな道路も作られています江戸時代の街道といえば 東海道、中山道、日光街道、欧州街道、甲州街道、ということで、まあ、5つのね、有名な街道がありまして、そこにこう、人々が盛んに往来をしていたんではないかと。それぞれの街道というのは、ものすごく幅の広い道であったんではなかろうか。えー、そもそもその、全国のお大名さんたちというのは、参勤交代がありまして、えー、2年ごとに江戸と自分たちの国というものを、これを往復しなければならなかった。 そのたに,に、下に下にとか言いながら、街道を歩いていったので、よほど道幅も広かったに違いないというふうに思われている方多いんじゃないかと思うんですけども、全然違います。全然違います。えー、当時の街道の道幅、両側に並木があったりしますので、この並木の部分は除きますけれども、実際に人が歩く、 ところの道幅というのは、概ね1.2メートルでした。狭いところは90センチでした。3尺と言いましたけどね。3尺ないし4尺。5尺の通りって言いますと1.5メートルになるんですけども、1.5メートルの道幅があるということになりますとかなり広い整備された街道というふうに思われていました。幅90センチと言ったら、 だから、あの、まあ、普通のですね、皆さんお住まいになっていらっしゃるマンションですとか、あるいは一戸建てのオタクの廊下、あの、普通の家のね、廊下が大体まあ90センチから1メーターぐらいの尺になってますので、それぐらいの道幅だったというふうにお考えいただくといいかと思います。それぐらいの道幅しかなかったので、例えば、あの、早馬って言いましたよね、早馬が通ろうとする、あるいは早駕が通ろうとするっていう時には、え、ほ、え、やってやっていきますともう、道幅が狭いですから、前の人を追い越すという場合は、 ああ、どいたどいたっていうことで、声をかけなければいけなかったといったような事情があったということです。でもね、そんなに道幅狭いんだったらば、じゃあ物流はどうしたのって疑問に思いません、まあ、前回も言いましたけども、日本全国の人口が2500万人ですよ。このうち250万人、全国の人口の1割が江戸に集中していたわけでしょかつ、 江戸っていうのは250万人が住んでいますけれども、江戸の周りの田んぼや畑だけで、江戸の人々が食べ物の生産量を上げることができるかといったら、これ不可能なわけですよ。全国からお米を集めてくる。あるいは近隣からお野菜も集めてくる。近隣どころかもうちょっと遠いところからも、ちゃんとお野菜を運んでくるということをしなければ、江戸の人たちのお腹を満たすことができなかったわけですねで。そういう物流なんかはどうやっていたんだこれね。 例えばそのお米を年貢として収めますよね。で、お米を収めるときに、えー、もう昔の人本当に体力があって、お米って一票がだいたい60キロなんですよ。このお米を5票ぐらい背負う。つまり300キロですよね。一票、一票60キロですから。300キロのお米を、よいしょと背負って、その山道の街道を、へい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 と言って、 おばちゃんたちが歩くことができた。日本人の体力すげえなと思うんですけれども、これは力の使い方とかね、そういうものはあったということなんですが、そうは言っても、大量な何百票、例えば200票ですとか2000票ですとか、あるいは5000票、1万票といったような大量なお米を、いくらおばちゃんたちが力持ちで、私は6票稼げるわよっていうふうに言われたとしても、何千票とかになったら無理でしょう。 じゃあどうやって運んだのかっていうわけです。この物流っていうのはほぼ全て船を用いていました。日本全国田んぼがあるわけですよ。で、田んぼがあるっていうことは田んぼに水を引かなくちゃいけないので水路があるんですよ。この水路を使って土を運ぶ、お米を運ぶ、お野菜を運ぶ。そしてその田んぼにある水路っていうのは大きな川に必ず接続しています。 で、その大きな川では、ちょっと大きな船に荷物を積み替えて、川を登ったり下ったり。で、川をずっと下っていきますと、広い河口がありまして、海に出ます。海に出ますと、そこで今度は、あの、大きなね、十国船とかっていったような大きな船に荷物を積み替えて、そして江戸と大阪を行き来する。あるいは、日本海側を行き来するといったようなことが頻繁に行われていたわけです。つまり、基本的に交通というのは船を使った。 さらにあの申し上げたいことがあるんですけれども、お伊勢様、伊勢神宮。お伊勢様に今あの参拝する人が年間で大体800万人ぐらいだそうですね。日本で今最大の参拝客を誇る神社がまさにお伊勢様ということでして、年間800万人ですからね。これ大したもんですよね。で、このお伊勢様、まああの、大体毎年の参拝客数っていうのはこう、本当に正確に記録が残ってるんですけれども、江戸時代の お伊勢様に年間何人ぐらいの人が参拝に来ていたのか。これちゃんと記憶があるんです。まあ、によって多少違いはあるんですけども、だいたい平均して500万人が参拝していた。というふうに言われています。今800万人で、江戸時代は500万人。大したことねえじゃないか。と思われるかもわかりませんけれども、ちょっと考えてください。今の日本の人口は1億2600万人です。 1>, 1億2600万人の中の800万人がお伊勢様に参拝してるんです。比率何パーセントでしょう。江戸時代、日本の人口が,が全部で2500万人です。今のね、5分の1しかないんです。で、年間の参拝客が500万人なんです。2500万人の中の500万人だってことは、なんと5分の1ですよ。5人に1人は毎年お伊勢様に行っていたってことです。 だから、1、2、3、4、5人いれば、このうちの一人は、ああ、最近いないね。ああ、あの、お伊勢さんに行ってるから。っていう、そういう状況であった。それぐらいだから、もう盛んに旅行が行われていたということですね。じゃあ、この全国から、東北地方からも、あるいは九州からも、四国からも、お伊勢様に参拝をします。これね、お伊勢様だけではなくて、コンピラ参りなんていうのもありました。あと、あの、皇居。 えの、勤労奉仕に出かけるといったようなこともイベントとしてありまして、まあ、他にもあの、全国に投じていましてね、温泉巡りツアーなんていうのがもうこれもう日本中で行われてまして、本当に日本人っていうのは旅行好きだったでしょうね。その旅行を誰がやっていたのかというと、一般の農家の、農民の皆さん方がそういう旅行をされていたわけでして、少なくとも、 えー、よくあの学校ではね、貧能士官って言いまして、えー、日本人のあのお百姓さんはもう厳しい年後の取り立ちにあって、みんな貧乏だったんですよとか言いますけれども、でも、毎年のように旅行をするお金はあった。そのお金はどっから出たのかなみんなつましく暮らして、で、貯金もして、で、旅行も楽しんでいたっていうのが、日本の庶民の姿であったってことです。でそういう庶民の人たちがお医者様に参拝する。で、参拝するときに、 どうやって行ったのかもちろん東海道五十三次を歩いていくという方法ももちろんありました。でも、歩いて、江戸からお伊勢様だったらい大体15日から17日のまあ旅だったそうなんですけども、結構大変じゃないですか。で、どうしたかっていうと、多くの場合、船を使いました。これも船なんです。特に、今のあの愛知県のあたりから三重県の伊勢までは、 これはもう会場ルートがもうこれがも,もう本当に盛んに行われておりまして今で言う伊勢島国定公園のあたりまでこう船が行き、大伊勢様のところまであの大伊勢様のところに川がありますよねもうその川をずっと登ってきましてもう本当に大伊勢様の入り口のあたりでみんな船を降りてで参拝を行っていったといったふうなことが行われていました船を使ったちょっと考えていただいたらわかると思うんですけれども船を使うというのは非常に合理的なんですよね 重たいものを運ぶ場合でも担いだら大変ですけども船を使えば少しの力でたくさんの荷物を運ぶことができるじゃないですか。日本がそういう河川における輸送というものをこれをやめてしまったっていうのは実は明治に入ってからのことになります。埼玉県の大宮市のところに水沼通船堀というのが昔ありましてこれはあの見沼とですねそこにある大きな川との間が川の高さが違うんですね。 細い川の方が低いんですよ。で、でかい川、川もが高いんです。なんで高いかっていうと、あの、大きな川って両側に堤防があるじゃないですか。ね。堤防があるってことは、大雨が降るたびに土砂が流れてくるわけです。土砂がどん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 そこにたま、に堆積しますので、川、川底がどん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 浅くなるんです。高い堤防を作っても、川底がどん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 上がってくるわけです。上がってくるからしょうがないから、また堤防をどんどん高くするんです。 結果としてよくゼロメートル地帯とかマイナス地帯とかあるじゃないですか。あの川の水面の方がね、土地が高い。こういうことが起こるわけです。で、一般の人たちが生活するところっていうのは生活用水ですから、人々が住んでいるよりもちょっと低いところに水が流れている。そこに川があるわけです。この川の高さと大きな川の高さが違うんです。 これをどうやって荷物を運ぶかということで、実は肛門式運河って言いまして、今パナマ運河かなんかで使っている川の水をせき止めて、せき止めることによって川の水位がブーッと上がってきますよね。上がってきて、こっち側の水位と一緒になったら、この扉を外して、船がこっちへ移動する。で、で、また水位を上げて、で、またこっちへ移動するって、これ肛門式運河って言います。この運河が、実は古い時代に作られて、運用されていた。 そうやって、見沼っていう、あの、広いところでですね、お米を作っていたんですけれども、その、そこで作られたお米っていうのは、その、肛門式運河。パナマ運河のような、そういう肛門式運河を使って、江戸までお米が運ばれていた。肛門式運河なんですけれども、えー、日本全国各地で、この肛門式運河っていうのは、あの、作られておりましてですね、正確なところ、いつ頃から肛門式の運河が始まったのかっていうのは分からない。もしかすると、 日本は世界最古の高問式軍艦の国であったかもしれない。そんなわけでして、江戸時代の交通事情というのは陸路に関しては非常に道幅が狭かった。狭かった理由っていうのは軍事的な侵略っていうものを防ぐため。あまりたくさんの人数がいっぺんに通れないようにするため。たくさんの軍勢を陸路を使って移動する場合には細長く一直線にしなくちゃいけない。そうすると細長く なかった軍隊というのは、たとえ何千何万いようとも、横っちょからお,お殿様をバスッとやっつけちゃうってことができるじゃないですか。だからとにかく片側もしくは両側に山があり、そして街道が細く長く伸びていて、で、大名行列は常に一列で動かなければいけないというような構造になっていた。この仕組みが、 江戸幕府が強権に物を言わせてそういうふうにしたというよりも、そもそも昔から道が狭かった。別に道狭くて構わなかった。第8車に荷物を乗っけて移動するわけじゃない。みんな水路で運ぶから、別に道路そのものが広い必要はなかったというのが我が国の歴史であったわけです。で今ね、日本の道路、国道1号線にしても日光街道にしても、道幅すごく広いです。これはなぜ広いかというと、車が通るようになったからです。 それで、道幅がどんどん広くなっていった。だから、その時代のニーズに合った形で、我々は交通というものを考えてきた。自動車が普及すれば、やっぱり自動車が通りやすいような交通というものを開発し、そして考え、築いてきた。そういう歴史を我が国は持っているということであります。どこまでも、みんなが豊かに、安全に、安心して暮らすことができる。そして、より便利に暮らすことができる。 そういう日本っていうものを我々の先祖はしっかりと築いてきたということであります。大変残念に思うことは、現在日本の道路っていうのは世界から見た時に非常に遅れていると言われています。なぜかというと、よくね、車ってほら、路肩に止めるでしょ路肩に止まっている車があるじゃないですか。そうすると後ろから行った車は、その車を迂回するためにはみ出さなくちゃいけない。非常にこの路肩にこう車が止まっていると邪魔になる。 で、路肩には車止めちゃいけませんよと。もう日本全国ほとんどの道路が路肩の中停車禁止になってますよね。ところがね、欧米ですから、あるいはイスラエルなんかもそうなんですけども、どうなってるかっていうと、その歩道があるところに、こう、車が横付けにして止めれるようにしてあるんです。だから、道路があって、車は普通に通行できるんです。車止めたいと思ったら横っちにスッと入ればいいだけの話なんです。日本は、ここをただ万全と歩道にしてるだけ。 で、車を止めるときには、この歩道のこっち側に車が止まってる。だから後ろから来た車は邪魔になる。そうじゃなくて歩道をちょっとえぐってるんです。そこに車が大体ね、五六台こう、縦に並んで止まれるようになっていて、ただし、そこを、こう、道路でないところを作らないと、こういうね、出っ張り作っとかないと、そこも道路になってしまうので、必ず五六台止めるスペースがあって、しばらく行ったらまたこう、道路がへこんでいて、またそこに五六台の車を止めることができると。 いったふうな形で、要するに世界中車社会になってきてるんだから、車で生活するのにより便利なように道路も作っていきましょうというのが世界の主流になってます。残念なことに日本国内では車こそが邪魔なんだという、そういうまあ政治によりまして、えー、路肩にはコンクリートブロックかなんか据えてあってですね、で車がこうそこ擦ると、もう車が傷がつくといったふうな形にしてあったりとか、あの国道の両側にはこう、 立派な歩道がしつらえてあるんですけども、まず一個一人通ったことがなくて草ぼうぼうになっちゃってるとかね、そんなようなところが結構あったりしますけれども、より合理的に人々の生活にとって利便性が分かれるように道路は作らないといけない。そういうことを我々の祖先はきちんとやってきた。ところが、戦後の日本では、どうもそうではなくて、人々の生活が不便になるように不便になるように、そういうことばかりを一生懸命考えている人たちがいるようであります。そういう日本を変えていきたい。 えー、そしてみんなが本当の意味で住みよい日本にしていきたい。日本をかっこよく結び大学でございました。今日は以上でございます。